聞いてくださいよ、はい、秘蔵の皆さんも聞いてくださいよ、はい、やっぱりあの俗側にいると悩みが多くてですね、うん、そんなことはないですよあと、はい、散々この動画ではなんかその、うん、生きづらいなんてねえんだよって言ってたんですけど、うんうんうん、もう私の誤りでした本当に、はい、これまで私が生きづらいなんてないって言ったことで、はい、うん、心に傷を負ってしまった、はい、生きづらいと思ってらっしゃる全国1億人の日本人の皆さん、はい、申し訳ございませんでした。というのは、うん、中学校の時、まあ、小学校から知っている、はい、まあ、幼なじみみたいな、うんうんうん、3人で、はい、ちょっと飲む機会があったんですね、うんうんうん、で、まあ、この先週の動画でもお話しした、はい、うん、要はあの2店、お店を経営しているっていう人に提案に行ったって話を受けて、はいはいはい、まあ、その経営しているっていう人も同級生なので、うんうん、同級生のつもりで僕に話をしたところ、うん、俺はそんな話興味ねえんだよって、うんうんうん、言っとくけどそんな話されても微妙だよと嫉妬しかないよみたいな話をしたっていうのあったじゃないですか、うんうん、で、まあ、それをね、うん、まあ、その一人は、うん、その僕に警告するって言った友達、はい、と、まあ、その、水泳部仲間ですね、はいはいはい、なんで、まあ、あの小学校から知ってる水泳部仲間で飲んだんですけど、うんうん、まあ、盛り上がるかなと思って、うんうん、その話題を振るんですよ後輩に、うんうん、いや俺そんなこと言ってさみたいな、うんうんうん、っていうところから、うん、でまずこの後輩にね、はいはい、聞くんですよ、うん、でも君にもなんかやりたいことあるだろう、うん、で僕はなんかそのやりたいっていうことがあって、うん、まあ僕が言ってるのって、うん、アイドルになりたいじゃないですか、はい、売れたいって言うとこじゃない、はい、スターになりたいスターになりたい、はい、でそういうのあるよねって聞くと、うんうん、その後輩は言うんですよ、うん、僕にはないですと、うんうんうん、なんでだって将来心配じゃんって、うん、いつリストアされるかわからんしさ、うんうん、あ、これ愚痴ですすいません、はいはいはい、っていう話をして、うん、そうすると僕はもう自分が努力してこなかったってことが分かってるので、うん、もうここにいるっていうことには納得してますって、うんうんうん、えらい大人なこと言うんです、うん、はい、あ、で後輩なのにね、うんうんうん、あれ君はそんな風だったっけと、うんうんうん、っていう話をしてるときに、うん、じゃあ逆に、うん、あの二等兵くんって、うんうん、二等兵くんってそんな風でしたっけって僕が知ってる二等兵くんは、うん、あの違う、いつも明るい、はいはいはい、顔が広い、うん、友達が多い、うん、で中学校の時って、うん、生意気な後輩って先輩に目つけられるじゃないですか、はいはいはい、でも僕は二等兵くんのおかげで、はい、あのそういう先輩からも何も言われなかったと、うんうんうん、でそういう風に見てたけど、うん、あれなんか友達いますみたいなことを聞かれたんですね、はい、うんうんうん、俺って偏屈なのみたいな偏屈だっけっていう話をしてた時に、うん、その、うん、こっちの僕にアドバイスをするって言った方の友人が、はい、うん、まあ、若干お酒も入ってるし、ね、はいはいはい、こいつは昔からそうだと、はい、っていうのが後輩には違ったんじゃないですかねこいつは昔からそうだと、うん、でちょっと話をなんか面倒くさくする、うんうんうん、で俺は、うん、素直に、うん、自分のなんかこういうことがあったよって、うんうん、自分の気持ちを言ったことだけなのに、うん、やたら噛みついてくるみたいな話をされるんですよ、うん、はいはいはい、そうするとおちょっと待てと、うん、まずこいつをやめろと、うん、こいつって言うなと、うん、であと素直な気持ちを言ったと、はいはい、じゃあなんだ俺の素直な気持ちは言うなってことか、うんはい、っていう話になりですね、うん、で今度はまたちょっと話が変わり、いや僕またそのちょっと仕事がちょっとなんかリストラされるかもねみたいな話があったじゃないですか、うんうん、まあリストラじゃないんですけど、うんうん、ちょっとその、ちょっと将来を考えねばならないっていうタイミングに岐路に立ってるよっていうところで、まあ、その話を出したと、うん、そしたら今の話を聞くと、うん、いや君の会社のトップは、うん、仕事を頑張れって言ってるんじゃないの、うんうんうん、っていう話をされてですね、うん、あごめんそれは俺も分かってると、うんうん、じゃあ分かってるならやれよ、うん、
ってくるわけですよ。はいはい。で、いや、そんな正論分かってるんだよ、うん、って返すじゃないですか、うん。そうすると、正しいって認めたなって、うん、今お前は正しいと認めたなって来るんですよ。うんうん、で、来られると、うん、じゃあお前なって、うん、正論が常に人を救うって思うなよって、うん、正論で全て肩がつくなら、うん、この世界で戦争なんて起こってねえよって、うんうん、じゃあその正論とやらで片付けてみろよみたいな、うん、ってことやると、うん、だろこいつ鬱陶しいだろみたいな、うん、のがあり、うん、で自分もその普段はね、うん、そのあまりそういう食いつき方はしないんです、はいはい、ただなんて言うんだろう、よくこの場では、うん、話って掘り下げた方が楽しいじゃないですか、はいはいはい、とかその正論が全て正しいとは限らない、うん、っていうのもなんとなくこの動画を撮っていてあるので、うんうん、なんか若干冷静な僕がこの辺でわかります、ちょっとこの辺をちょっとなんか話が盛り上がるかなと思って、はいはいはい、あの火をくべてみるとですね、はいはい、なんかこっちがちょっと結託した感じになってですね、はいはい、要は偏屈、うん、ちょっと変わった人みたいな、わかりますね、あ、わかるっていうのは今か僕も火をくべたくなる、ああなるほどそうなんですよ、それって本当に正論ってあ、僕はそのそれが本当に正論かではなくてお待って、正論が全て正しいって限らんだろうって、うんうん、あとはお前っていうのとか、あと、うん、話をしていて、うん、要はなんて言うんだろう、あのこいつのことは昔からよく分かっているっていう、この人のことを分かっているって言われると、うんうん、お前に何が分かるんだよっていうのが出てくるんですね、うん、いつものいつものそうですね、はいはい、あのここでやってる僕を出すわけです、はいはい、で何があるだったかには、こいつ分かっている分かっている、うんうん、要は僕自身が僕のこと分かってないのに、うんうん、何が分かるんだよ、分かるわけねえだろうね、そう今でなんか、うん、そんな風に、うん、そんな風な言われ方してもさ、うん、って来られた時に、うん、バカこれはお前の鏡だろって分かります、返すんですよ、はい、これはお前の鏡なんだよ、うんうんうん、って言ったところで、うん、鏡って何ってポカンとされたので、はいはい、あ、しまった、これはユングの用語でってミラーリングってこれはもう言えないじゃないですか、言いますよ僕で、うん、あ、しまったと、そうここのモードを出してしまったとか、ここでやってるやつを出しちゃったと思って、うんうん、家に帰り、うん、まあやっぱりあの引き寄せってあるんですかね、うんうんうん、で家に帰り、うん、その山田零士さんの本を、はい、うん、卑俗の才能という本を読んでいたところ、うん、ある高い身分の層、うんうん、高層の方がですね、うん、悩んでいる時に、うん、またその人の、偉い人から言われた言葉で、その鏡を、うん、鏡の前にいるお前をどかすと、うん、その鏡は窓になる、うん、お前をどかすとその鏡は窓になるっていうのが書いてあって、うん、あ、引き寄せたとあ、もうヤンバルさんおっしゃる通り、はいはいはい、その相手も二等兵さんの鏡ですと、うんうんうん、そうなんですよ、うん、で、僕のエゴを多分どかすと、うん、多分景色が、うんうん、広い景色が見えるんでしょうね、うん、ずっとあの自分ばっかり見てるんですよって話ですよね。であと、まあ、そいつが年中からの付き合いの友人が言うには、うんはいはい、エニアグラムを、うんうんうん、M8 招待で、うん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 、エニアグラムを勉強してますと、はい、本も読んだと、はいはい、何冊か貸したのでね、はいはいはい、エニアグラムを勉強したと、うん、で昔、うん、エニアグラムの本を残している片岡さんっていう女性の人とコラボした回があるじゃないですか、うんはいはい、でそこで、うん、片岡さんという方は僕のことをタイプ3だと言ったんですよね、うん、僕は6だと言ってる、うん、あなたは3よ、うんっていう動画を何回も見たと、うん、お前は3だと、うん、要はお前はいつも俺がしか言わんと、うん、で絶対に自分を曲げんと、うん、で そういうところが、うん、あの俺が辞めた会社の嫌いな上司にそっくりだって言われて、
お前嫌いな上司にそっくりって言ったなみたいな、うん、っていうのがあって、うん、ツイッターを見ていたらですね、うん、このあ今コメントをくださっている仮面さん、うん、はい、仮面さんがですねツイートで、うん、昔なんかその交流分析、はい、エゴグラムの、うんうん、まあ、無料体験かなんか受けたのかな、うんうん、それでテストをした項目に、うん、RC っていう項目があったと、うん、あでちなみにエゴグラムというのは、うん、自分の心の中に5つの、まあ、カードみたいなものを持ってますと、うんうん、それは1つは CP クリティカルペアレンツ、うん、批判的な親、うん、まあ、ちょっと厳しい親という感じですかね、うん、でもう1枚は NP、うん、これは養育的な親、うん、まあお母さんみたいな感じですかね、うん、でもう1つが A アダルト、うん、要は大人の対応ですね、うん、で FC、うん、フリーチャイルド、うん、要はわがままな、うん、自由奔放な子供、うん、で AC アダプテッドチャイルド、うん、これは従う子供、うん、っていう5つのカードで、うん、この人はやり取りをしているんだと、うんうん、でこのやり取りのことをエゴグラム交流分析ではストロークっていうんですけど、うん、この相手がアダルトできた時には、うん、例えばアダルトで返すと、うん、なんていうの平行になるので、うん、このやり取りがうまくいくよなんていう話なんですけど、うんうんうん、この新版テック2活用事例集、うん、これ最近っていうか去年ぐらいに新しく買ったやつなので、うん、今これが8刷りで2018年、うん、2018の情報で、うん、これ5個しかないんですよ、うん、カードが、うん、カードが5個ですと、うん、でその仮面さんという方が挙げたツイッターが、うん、要は RC っていう項目があったよと、うんうん、それは反抗する子供だと、うん、って来た時に、うん、あとでその挙げていたなんかそれを見るとですね、ちなみにこの、RC 反抗する子供は、うんうん、長所としては権威にくじけない、うん、根気強く粘りがある、うん、競争心が旺盛、逆境に強く負けない、うん、冒険心が強くチャレンジする、うん、で問題点としては要は一匹狼風でストレスの塊、うん、人を操ろうとする、うん、すぐ膨れる、嫉妬深い、うんうん、人に反抗し人を責める、うん、我を通そうとする、うん、っていうのがあって、うん、要は私は、うん、要はなんかその人に偉そうにされると、うん、要はなんていうの偉そう偉い僕が偉いと思ってる人が偉くするのは従うんですよ、うん、アダプテッドするんですよ、うんうん、ただ例えばこういう例えばこの関係だと思ってるじゃないですか、うん、はいはい、その時に対等、対等とか、うんうん、まあ、同じ舞台に立ってるよねっていう時に、うんうん、分かってないんだよ、うん、みたいなこと言われると、うん、分かってないってなんだよ、うん、っていうのが、うん、分かってないくせに、うん、もう目的が反抗に変わるんです、うんうん、で何て言うんだろう、もう悪いのは分かってても、うん、絶対に従いません、うん、っていう風になるんですよ、うん、で昔から俺このカード持ってるよな、うん、っていうのは思ってたんですね、うんうん、そういうのって持ってないです。権威にはありますけどねはい、権威にはあります。僕とかにはないですか？ないです。例えば友達とかがもう本当分かってない、うん、って言われた時に、わかんない、あ、その何だってみたいなのはないですよ。分かってないって言うと例えばって、あ、なるほど、みたいな感じの返し方はするので、はい、反抗的なのかもしれない。でもその時に、うん、なんて言うんでしょう、ボーって燃えるものはないですか？カチってなんかスイッチが入る感じ。カチって、うん、なんか理屈が通ってるかどうかの方が。あ、そうですか分かんない、違うなって思ってる時がある、はいはい、とカチってきて、はい、っていうのと何言ってるか分かんない時あ、僕だけ、それは僕のことじゃないですねそう、まあ両方あるって感じですね。なるほど。なんかそれ絶対違うよなみたいな時はカチッとスイッチが入って、はい、ちょっとじゃあそれ説明せよと、説明せよと、分かるように証明せよとなるほど、っていう感じにはなりますね。
っていうのと単純にわからないとき、え、何言ってんのっていうときと、ああなるほどなるほど。で僕の場合はあとはまあそのじゃあここはちょっと愚痴、うん、はいはい、こっちに対しては、うん、俺はちゃんと聞くよねがあるんですよね、うんうんうん、人が悩んでるときは俺は聞くよね、うんうん、やればいいじゃんって、まあ、たまにこの動画では僕やっちゃいますけどまあその彼にしたら聞いてるんじゃないですか、はい、あ、まあ、人のねアドバイスじゃないですか、俺はこうするといいと思う二等辺間違ってる、こうするといいと思うっていう彼にしてみたら聞いてるのかもしれない。なるほど、うん、でも意見ってさ正しいはないじゃない、うんうん、っていうのが今この動画界隈ではそれが答えになってるじゃないですか、はいはい、正しいはないよねって、うんうん、ついねそれがね通用すると思っちゃったんですよね、うんうん、でちょっと通用せずに落ち込み、うん、まあ、正しいはないですもんね。正しいはないですよ。正しいがない。っていうと今は正しいですよ。あ、今は正しい。なんていうの？みんな正しい。みんなの今は正しい。うん。けど君の正しいが僕の正しいではないと思ってる。あ、そうそうそう。みたいな感じです。うん。でこのね RC っていうのがちょっと面白くてですね。うん、